東京大学運動会想定部で主務を務めている原本博一です。主務は部活の組織の代表として対外的な障害だったり、まあ、練習以外のほとんど全ての部分を担って活動しています。選手の立場では関わりにくい組織運営に携わりたいと思い、私は主務になりました。いろいろな施策を打つんですけれども、それが60人の部員全員に浸透したと感じるときには、主務としてのやりがいを感じます。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。学生生活は自分が信じる価値だけを求められる自由な期間です。想定部には勝利という価値を求めるだけの環境が揃っています。皆さんも一緒に想定部で学生生活の価値を見つけてみませんか。いいですか。はい、お願いします。よいしょ、何しましょうか。